皆さんこんにちは、木下桃花です。この度私、歯列矯正を始めることにしました。この刃好きって言ってくれる人とか結構いたんですけど、いろいろありまして歯列矯正を始めることにしました。理由としては海外にも視野を広げたいなっていうこともあったり、疲れてる時とかに刃のところに傷がついてそこから口内炎になったりとか、ずっとちっちゃい頃から矯正はしたかったんですけど、親とか周りの人がもったいないよとか、やえば可愛いのにみたいな無責任なこと言ってくるんですよ。なかなか始めなかったんですけど、ついに始めることにしました。今こんな感じですね。ここが出てて、でこの辺はかぶさってて、でこの辺はねじれてたりするんで、私ちっちゃい頃にも歯とかめっちゃ抜いてたんですけど、歯が多いみたいで、今日も言われたんですけど歯が多いらしいです。で今2本目抜いてきたんですよね。1本目はかからんですけど、後ろに動かしていくからっていうので前の方で3本抜くんですけど、6本ぐらいは最終的に抜くことになると思います。1本目はかかれ、そんなに変な生え方じゃなかったので、削られる時の方が痛かったですね。その時は抜かれるより、だからまあ今回もそんな感じかなと思ったんですよ。2本目ね、あの刃の後ろ、こんな刃の後ろに生えてる歯を今抜いてきたんですけど、そこはもう完全に抜かれるのがめちゃくちゃ痛くて、注射、まあ麻酔してもらってるんですけど、ちゃんといろんな角度から注射打ってくれたんですけど、痛すぎてめちゃくちゃ顔汗かいちゃったんですけど、なんとか抜けました。抜かれた後は腫れないし痛みもないですね。抜いた後はもう抜く時がめちゃくちゃ痛かったんですけど、今回まあ人によって全然痛みの感じ方も違うんで、やってみないとわかんないですね。これは無理がある生え方してる人だと抜かれるの結構痛いかもしれないですね。今回のここは本当にマジで痛かったですね。今の歌をやる活動をしてるんですけど、矯正治療していく中で、まあ、ワイヤーかけたりとか、こうやって歯抜いてったりとか、歌の活動がこう結構ちょこちょこ割とあるので、どういう風に始めようかなと思ったんですけど、今一旦7月24のビルボード前に、あの上2本歯を抜いて、で洗った時にそんなに分かんない位置なんですよね。ビルボードが終わったすぐにワイヤーをかけて、でそこから鳴らしていって、徐々に鳴らしながら始めていくことにしてます。歯列矯正を始めるにあたって懸念している歯の生え方が変わることによって、生え方というか並びが変わるだけでも歌が結構変わるとか喋り方変わるって言われてて、それもちょっと懸念してた点なんですけど、あとは総額今んとこかかるのは、まあ、最低でも80万ぐらいはかかるんですけど、私はワイヤーだけじゃなくてネジをこの辺に打つのかな、 3本ぐらい打つのかな、それの費用もかかった上で80万ぐらいプラス診療代とかで、だいたい100万は見てって感じですね。なぜか私、まあ、小さい頃とか一気に100万出さないといけないと思ってたんですけど、もうまあ普通に働いてればね、あのローンとか組んで明確にこう金額を出してくれる歯医者さんとかだと安心だと思うんですけど、まあ、大体3年ぐらいですね。3年はかかりますね。歯がすごい綺麗に並んだ時のが楽しみでした。前の歯も噛み合わせ悪いらしくて、根元がちょっと短くなっちゃったりして、前歯が噛み合わせが悪くてここが短くなっちゃうと、おばあちゃんになった時に抜けちゃうとかもあるんですって。だからなんかそういう結構自分の知らないところで歯並びでね損してるというか、長い目で見て将来的にちょっと厳しいなっていうことにはなるので、
まあ見た目の問題もあるんですけど、老後を考えてじゃないですけど、でまあ今矯正治療悩んでたり、本当周りはマジで無責任に言うじゃないですか、そっちの方がいいよとか、まあ自分が悩んでるなら、まあ、絶対した方がいいと思うし、私まだワイヤーもかけてない状態なんで分かんないんですけど、することによって逆に口の中の問題が出てきたりとかは実際あるみたいなので、悩んでる方はその無料でも見てくれる人ところまずあるみたいなので、そういうところに行ってもいいんじゃないかなと思います。自分の口の中がどういう状態かって説明をすごいしてくれるんで、矯正治療悩んでる方がいたら検討してみてもいいんじゃないかなと思います。とりあえず2本目はめちゃくちゃ痛かったんで、ちょっとここからは綺麗になっていくのが楽しみです。じゃあありがとうございました。歯列矯正を私始めました。君は驚くかな、ああああああ、少しだけ寂しいな、だけどもう会わない、痛みでごまかす、ああ。